皆さんお越しやす。今週も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さんに知っていただき、興味を持っていただき、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私はあなたの笑顔と魅力を引き出す声の光ナビゲーター、相葉京子です。猫大好き京都のきょうちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さて8月に入りましたね。本当に暑い毎日なんですけども、今回もね、私浴衣を着てちょっと涼しげにお届けをしていきたいと思います。さあね、8月に入って、まあ、浴衣という話もしたんですけども、今日はね、その浴衣の、ね、生地にもなっている、ベンガラ染めというね、お話をね、お届けしたいと思います。じゃあ、ちょっとお写真ご覧いただきましょう。じゃーん。こちらなんですけども、今回の和の文化人インタビューということで、もう11回目になります。ゲストは、ベンガラ染め、古色の美、中島とめひこさんにご登場いただきます。ね、ベンガラ染めのお話をね、たっぷりといただきたいと思いますので、楽しみなさってください。それでは、CM から、どうぞ。美しい、楽しい、楽ちん、夢の180秒ミラク着物。簡単に着られるように作られているから、必要な時間は約3分。簡単に美しく仕上がります。フォーマルな場面だけでなく、カジュアルな場面でも短時間で優に着物を楽しめます。夢の180秒ミラク着物、お求めは京都中野港ギャラリー、またはアプロディーテスタイルで。太古の昔からもう縄文時代からこのベンガラという言葉は江戸時代後期からやけども、まあその前はいろんな万葉集に出てくる言葉で、大社とかそういうような赤に変わるものとかいう言葉で表現されてきたんですけどね、まあ、あの縄文時代からでもあるし、一番もう例々言うたらラスコの洞窟、アルタミアの洞窟のね、紀元前3000年から6000年前 の、 あの水牛の絵もベンガラなんですよ、うん、というのは赤土、で黄土土、はい、でまあ、当時は黒いのは炭素、すすで赤き黒で表現したみたいですね、うん、でそれも、まあ、あの言葉はベンガラっていう言葉だけども、鉄分が多い土のことをベンガラです。うん、でまあ、もともとこの羽曳野市そのものは古墳が非常にあの多くて、うん、その古墳の周りにこう埴輪を焼く職人が、土の文化が非常に栄えててね、あの近鉄南大阪駅に行く時に恥の里という駅とかあったけども、ああいうとこにも土の職人がおったとか、いろんな、まあ、あのそういう地名でも分かる通り、この土を、まあ、クリエイトする文化が根強くあって、で私とかはまあそれを代々、まあ、伝承してきて今に至ってるんですけどもね、まあ、土、赤土ですね。赤土が一番の、うん、そうです、そうです。それをこう染めの方に持ってきたというのは、うん、あの当時、まあ、江戸時代ぐらいにはここ、うん、非常にそう古い地、羽曳野市の古い地そのものがものすごく栄えて、うん、あの大阪の天満の商人から河内木綿をここにあったのを、うん、まあ、輸入ということおかしいけど、うん、ここから大阪の商人が売ったとか、うん、そういう栄えたところで、その時に 秋祭りのだんじりの幕にベンガラ染めを、まあ、あのやって奉使って奉納してて、今でも、まあ、だんじりしたら赤ですわ僕らは、うん、木は白やねんけど、それを守るために赤 の、 あのだんじり幕、今はあのベンガラじゃなくて、あのいろんな刺繍を施してるの、当時はあの綿のとこにあのベンガラであの囲うように巻くね、うん、それがまあ起源なんですけどね。じゃあもう本当は昔からすごく馴染みのある、うん、ありましたありました、うん、もう生活に密着した、そうです、
そうですね、あの染めっていうのはもうベンガラ染めみんなやってありましたね。みんなやってはったけれども、はい、今はもう少なくなったんですか。150年ぐらい前からまあ産業革命、うん、の時からまあ石油製品が入ってきましてね、うん、そこからやっぱり石油製品の色がまあ住宅でも何でもそうやけど今石油製品のないとこないと思います、うん、でそういう面ではだんだん取り残されてきた、うん、草木染めもそうかもわからないですけど特にベンガラ染めなんかはもうだいぶうずもれてるかわからんけどもここでは根強くずっとやっております。親父もあの手立て職っていう手は昔はこういう手元で貸し合いしながら家を建てるっていう習慣の中でベンガラ塗りをやってたんですけどもね、うん、あのそれはまあ私もあの、まあ、長男なんであのその職を継いで、まあ、職人時代は35年ぐらいはずっとやってましたのでね、35年、うん、でまあ、あのそこからあの染色の方もなってもうちょっと経つんですけどもね、はい、でまあ、なんとか伝承してきた色の作り方とか土をどのようにしてクリエイトしてあんな今は24色はまああるんですけども24色あるんですか、はい、でベンガラはだいたい赤っていうのが、うんまあ、ベンガラのまあ総称なんですけどもね、うん、まあそれは焼いて赤くしたり、まあ、黄土土を混ぜて、うん、あのちょっといろんな傾けたりするんですけど、はい、それはまあ職人時代にまあちゃんと学んだあの芸当ですのでね、はいまあ、なんとかあの昔ながらのことをやる受け継いでるなと思ってるんやけども、さまざまなねお色があるんです。あの今後ろにもいっぱい目がね、うん、これがそのベンガラの、うん、あのそうですね、お色なんですか。でこんなんはまああの黄土土で、まあ、九州、うん、九州のまあちょっとあるところの、まあ、南部ぐらいのとこですけど、はい、これを焼くと、まあ、火山で噴火で焼かれると赤くなるんですね。かなり赤くなるんですね、うんうん、まあ、普通のフライパンで焼いてもなります何も火山じゃなくてもね、ええ、で海外やったらねやっぱりオーストラリアなんか非常にこれはまあ空中マドロー島って言って、はい、オーストラリア の、まあ、あの昔染色が住んでたっていう島、うん、今はいてないけども、うん、島に渡って取ってきた女の子がいてるんやね、ええ、それで告知で染めたんやけども非常にいいね。これはユタ州とかあとカナダのケベック、まあ、庭って書いてるけどね、だいたい土っていうのはね痩せるとこういうグレーになるんですよ、はい、あんまりあのいい土としてはいいことないんですね、うん、で土のいいっていうのは、まあ、色で言うたらグレーはそうしたら悪いことでもないけど土っていうのはバクテリアの量によってだんだんこう痩せてくるとあのこういうグレーになってきます、うん、あで、あの土っていうのはねあのバクテリアがあのって一握りの土の中に超えた土はね、うん、あのいい土は地球上以上の人口の以上のバクテリアがこの中の中にいてるんだよね、うん、なぜ土がいいかっていうとね、うん、あの土っていうのはバクテリアはやっぱり二酸化炭素を出すんですよ、はい、で木はそれを吸って光合成にしてきれい酸素にするんだよね、うん、それから土が悪かったら空気が悪くなんねんね、うん、だんだん都会になってくるね、うん、それから土が良かったらあのものすごくもうみんな元気です。元気、うん、木も元気やしね、うん、山もね海がだんだん汚れるっていうのは山の木が大敗するから海が汚れるのと同じでね、やっぱり土そのものが元気やったらね非常にいろんな面にあの豊かさをなるね。で特にこういう土の色で、はい、あの僕らは染色してるのでそれよくわかります ね、 なるほどね、うん、でこういう染色でもねあのやっぱり太陽光線の一旦太陽の光線の反射の角度によってこの色が決まってくるので、はい、あの夜になったらもうわからないんですよ。石油の色は夜でもその青やと青出るけどね、はい、それはこっから届いてるこの短い距離の話だけども、これは太陽光線が何万光年来てる光がやっと今見えてるっていうこの角度によって赤黄黒って見えてるんだよね。これが土の色ですね。うん、草木染めもそうで天然染の色はそうなんですよ。で非常に目に優しいので、はい、朝見んのと夕方見んのも同じ土でも違いますね。それから砂漠の、ま、ずっと土見てても癒されて夜はオレンジに見えたりするのそういう現象です、うんうん、それから石油系の色はオレンジやったらオレンジなんです。朝でも昼でもオレンジなんです。そんで目が疲れてしまうっていうのが、まあ、あの一応それは住宅におけるマンションの白いクロスの色と、はい、この天然 の、 あの石灰の白とはまた違うのと同じ、ま、た 違うんですね、うん、で色の波動ってあってね、その波動がこの五臓にも効くとかいろんなものにも健康になるっていうのは、まあ、これはまあ4世紀にね染色に来た時にもそういう色 の、 あのことから入ってきたのが、まあ、染色の始まりだったの。その時にベンガラがもうすでにあったっていうことですね。あ、じゃあもう本当歴史が、うん、あるんですわ、うん、ですね。なるほど。
まあ、そういうことからそれを染色でいろんな、うん、こう単だったりいろんなものにそれを染めて、うん、こう生活につながるものを、特にね、まあ、最近まあ古色の美っていう僕、まあ、ブランド名したのはこれまあ15、6年前、もうちょっと前ぐらいから言い出したんですけどね、はいはい、これは古代色の美しさっていう、まあ、通常まあ古代の色っていうんやけども、これはまあ僕の住んでるこの古市っていうところの色がものすごい色が豊富やっていうのは小さい時から感じてたんで、古市の色の美しさっていうのがあったんですね。あ、そういう意味があるわけですね。古市もね、うん、古いに、そうですね、一番、それとね、3つの理由がさっきの古代色と古市の色と、あとわびさびこびてあって、わびさびはよく茶の世界では分かるんやけど、昔はわびさびこびてあったんですけどね、うん、そのこびっていうのがもうなくなって、今わびさびで茶はわびさびだけ言うけども、もともと3つがあったんで、わびさびこびて、でこびとはどういうのか言うたら、陶芸の焼いた割れたところとか地層の断面だとか風化して経年変化によってだんだん美しくなってくる、こういうのこびの世界っていうんですけどね、僕はもうそれを、まあ、古田織部っていうのが第一人者だと思うんですけどね、千利休の皇帝の弟子で古田織部という武将ですけどね、その方が提唱したみたいだけどね、まあ、そういう人らの文人に の美学に僕も、まあ、今のこの弁柄を当てて名付けたのが、まあ、古色の美ということで、まあ、商標も取ってるんですけどね、うん、これがまあ弁柄って言ったら弁柄ですけども、私の言う土の色は古色の美ということで、色味を作っていただいて、色目の、うん、名前もね、いろんな古色だとかいろんな面白い色あると思うんやけどね、うん、最近では冬桜ってつけたんやけども、冬桜っていう名前があるんですか。その前に春桜って出たんやけどね、ちょっと淡いようなほんまの花びらの色ぐらいのね、うん、これは地染めにはものすごく美しく、はい、なる色で、これ一番新しい色目なんですけどね。後でね、見せてくださいね、うん、で、まあ、土色シリーズってあって、緑土が黄土土とかいっぱい土がある、うん、これはほんまの実際の土を見て、土をブレンドして土の色でレシピ作ったっていう面白い、まあ、6色あるんですけどね、うん、まあ、そういうのも兼ねて古色の美というブランド名で、はい、この土をクリエイトした色を作ってる、まあ、はい、まあ、会社と考えていただければ、いろんな、ね、名前がね、ついてますし、うん、楽しそうで、まあ、それで染めていただいたり、はい、買った方がまた混ぜたらいろんな色がまたできてくる。混ぜてもいいんですか。大丈夫です。あ、そうなんだ、うん、黒系と黄色でカーキできたりね、うん、でそういう面もあるんやけど、またちょっと刺すことによって、また青を入れることによってね、はい、これはまあ土じゃないんですけどね、うん、インドアイですけども、うんうん、まあ、ブルーに固めつくこともできたり、赤にできたりできるのでね、いろんなことを楽しめますね。バリエーションを聞かせて、ね、その人の色っていうのを作ることができる、はいはい、そうですね。なんかその最近では自分のところの地で染める、うん、ああ、うん、最近ね、一番多いのはやっぱし土を持ってこられて、これで弁柄染めたいという方多いので、はい、その土をどのように染料にするかというところをね、みんなに教えてるスクールもやってます。あ、そんなスクールもされてるんですか。アースカラープロジェクトって言うてね、アースカラープロジェクト、アースカラープロジェクトって言うてね、うん、一部はね、こういった火山灰を持ってこられる方もおられますね、はい、桜島のね、でこれもね、やっぱり粒子は粗いんですけども、うん、細かくすりつぶすことによっていい染料ブルーができますね、うん、でここらにみんな持ってこられた方 の土が残ってる分だけどなるほど、うん、でやっぱり地産地消って言うてね、やっぱり地元の土で染めたいという願望が多いですね、うん、で土もね、やっぱりこう九州の方の行ったら桜島大根なんかこう横にこう広くね、でも人間もやっぱりこう横に広くなるね、肥大するっていうね、それは何も健康なんですよ、うん、それからその土の中にそういう養分があるのでね、そういったこともまあ、その色で表現できたらいいなとか、そういう方もおられてね、なるほど、うん、さっきなんかちょっとそういう体験とかもできるとおっしゃってたんですけども、うん、なんかそういう体験とかこう、うん、レッスンとか、まあ、先ほどもね、淡路島から来た人はさっき帰ったんやけどもね、うん、いろんなところから来て、先週はタイね、海外のタイから1週間、1週間ね、だいたいハイスクール、ハイクラスっていうのは 6日間、まあ、だいたい朝10時から5時まで詰めていただいたのを6回やりますのでね、はい、で天王寺の都ホテルか、まあ、天王寺のなんか普通のビジネスホテルか安いところ探して来られますけどもね、
でもう3日も3、4日前帰って、またその方らも向こうで染色藍染めやってたり、うん、自分の製品を作ったりする方が多いです、うん、なるほど。じゃあそういうここに来て、うん、そういう体験をすることができるんですか、他でもできたりするんですか、うん、そこでされたり、あの私らからでも東京行ったり、はい、イベントに行って呼ばれる時もあったり、出張で行く時もあったりね、うん、いろんなところでやってます、はい、あ、じゃあそういうワークショップみたいな形で、うん、この前も松本クラフトっていうところ長野県まで行ってきました。長野県まで行かれたんですか。車でね、すごい遠いところまでじゃあ全国どこでも行きますよっていう。でそこで体験、私らはまああのこういう体験ちょっと参加していただいた方がまたネットホームページ見て染料を購入して自分らでやるっていうパターンが多いですね、うんうん、そうやっていろんな方にこうだんだん広めていっている、やっていきたいなと、うん、そうですね、みんなにこんな土の色で、うん、こんな土でこんな色はあるんやっていうことをね、知っていただくためにもね、うん、頑張ってます。はい、熊本の土、熊本、うん、山から出ます。山からの土をこうやってここまで、はい、粘土層がいいですね。でこれなんかはもう非常にもあの、うん、ちょっと待ってね、来まして、これ乾燥してるからこれけど濡れると真っ赤です。真っ赤、うん、でこういう乾燥した土を、はい、あのまあ、ベンガの作り方にはいろんなあるんやけども、こうダイレクトにここ入れて、でまずあの細かくするね、はい、でこれ比較的粘土が多いので案外石とかは少ないんですけども、はい、でこうやって時間をかけて、うん、でこれはまあ今やったからこんなんやけども、これ何時間もするんやけども、はい、でこうやってるうちに徐々にまあ水も入れていくと、まあ、もっと赤くなるので、ね、はい、まあはい、だんだん細かくなる、ね、うん、本来はベンガラはバケツの中入れて浮遊した部分だけを乾燥させて絵の具の作り方のなしやり方もするんやけども、うん、これはもうダイレクトにこうやってすりつぶしてるけども、はい、あのやり方はあと何種類かあるんですけど、ね、はい、あ、どんどんなんかこういういい感じになってきました ね、 ね、色合いがね、濡れるとだんだん、はい、ね、力いるんですか？これね、まあ、こうやって、はい、あの何分かもっと何分か、はい、はい、これはまあ、 あの水入れてしまったけど、最初にはもっと噴火の時にはもっと細かくしてから入れますので、うん、もうちょっと時間かかりますよ。はい、でこうやって色を作るんですけども、はい、あと黄土土とか黒っぽい土、うん、それを混ぜて、うん、でススとかそういう炭素を入れる時あるんですけども、はい、それによってバリエーションが、はい、あのいろんな黒とあの木混ぜてカーキになったり、うん、いろんな土して作っていくのが、まあ、この古色の美のあのベンガラなんですけどね。はい、なるほど。暮らしの中の染色の古色の美、はい、誰でも簡単に水だけで染まるね、このベンガラ染めを今からやります。はい、はい、お願いします。道具って言ったら本当に、ね、水は少量でよろしい、湯は使わない、それだけでいいんですか、焙煎いらないので、うん、でこれは普通の水やる前にまずね、あのこう今日は板締め絞りをみんなに見せますね。板締め絞り、これは、はい、あの折り方をこうやって板で縛ったところが白出て、まあ、あの広げてみたら柄が出るというね。でまず普通の水に染み込ませます、はい、それはまああの染料が早く染み込むようにまず水で濡らすだけですね。まずお水で、はい、でもう一遍しっかりここを閉じます、はい、この当たってるところがあの色が入らないように、木の当たってるところが、はい、まあ、防染伏せるから、はい、うん、白になるんですね、はい、でこの折り方によっては花柄が出たり、はい、あの円になったりするんですけど、これはまあ花柄が出るような、花柄が出るんですね、この方がね、楽しみだな、はい、で先ほどあの、はい、あの吸ってた赤土、はい、煮土と言いますね、はい、それをあのここに入れます。でやっぱりもうダイレクトにこの色が染まりますので、こう描きましますね、はい、
で若干濃いめにやろうと思った時はちょっとこれを濃いめにするだけのことで、はい、ほんの少し入れるだけで染まります、うん、はい。そしたらこれをこのようにつける。であまりにもこう小さい器なんでこうかけながら、はい、こうやってしっかりこの横奥に揉み込んでいくというね、はい、これは板締め絞りの基本なんですけども、はい、液が横から入るという、横からも入れるように、うん、それからこれが、うん、手ぬぐいは90センチですけども13メートルの浴衣もこのように染めて、はい、そのものも同じような形でされるんですか、うん、はい、ビッグマックぐらいのね、うん、これぐらいになりますけどもで同じように横から染めていく。これね昔の人うまいこと考えたんやけど、こういうのうまいこと道具も使わんと、うん、ね折り方一つで13メートル浴衣を、うん、で私らも日頃ずっと浴衣、今の時期浴衣で生徒も浴衣を着に来たり、手ぬぐいこういうもんまた T シャツとかでもこういうのやったりして染めていきます、はい、なんかいい色になってきました ね、 ね、はい、はい、じゃあ今ちょっとこれが緩んだところで、これでもう染まってますのでね、もうそれで染まってるんですか、はいはい、でこの先の部分を取りますね、ほどいて、でちょっと柄付けにちょっと赤と違って若干焦げ茶色をちょっと差し色でしますね、はい、まあ、これ開いた時に分かるんですけども、浴衣もこのようにやるだけのことで、うん、はい、でまあこう開きます、ちょっと白く、はい、あ白いのが、ね、うんうん、ちょっと水をこの段階で取ります、これで出来上がりですので、ちょっと開きますね。おあれ染料ですね。でもこれはねこのままもう干します。これも洗わんと干して、でもこれは色も取れませんので、ね、はい、これで終わりですね。はい、あっという間にできちゃうんですね、うん、素手でできるし水もいらないんで、うん、はい、で余った染料もねあのもうこのままあの土に巻いていただいても、はい、流していただいても大丈夫です。はい、ずっとまだまだ透明になるまで使えるので、ね、使える、はい、うん、ね、これベンガラ板締め絞りです。はい、ありがとうございます、はい、土でね、染め物をやっていただくとかそういうのが一番、家庭の中の染色っていうかね、もう誰でも一般の方がね、掃除洗濯家事、掃除洗濯家事用事かな、あ誰でもが主婦がやるのと同じので染色も、はい、もうまあご飯あるとは横でちょっと同じシンクでできるとかね、そんなレベルで誰でもがすぐ染めるとか、うん、そういうレベルのところ日常のあの染色に入っていけたらなって思ってますね、うん、で小さいお子さんと一緒にするとか素手でできるので排水できます。でもうお湯をつかないのでエネルギーもいらないし光熱費もいらんし、で排水ももうその場で流せるので、で植木に巻いてもうてもいいので土なんでね、土に変えるものなんで、ぜひやっぱり一般のね誰でもができる染め物っていうのを目指してます。あんまり難しいこと考えやんとね、やっぱりこういう伝統工芸じゃなくて慣習芸で成り立ってきたんで、うんうん、そこであるものでやるっていうことが一番理想ですね。美しい、楽しい、楽ちん、夢の180秒ミラク着物、簡単に着られるように作られているから必要な時間は約3分、簡単に美しく仕上がります。フォーマルな場面だけでなくカジュアルな場面でも短時間で優に着物を楽しめます。夢の180秒ミラク着物、お求めは京都中野港ギャラリー、またはアプロディーテスタイルで。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。
さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。ヤンコが雑草を食べてます。私美味しいですか？私の味はいかがですか？必死です。皆さんお帰りやす。今回のハンニャリタイム楽しんでいただけましたでしょうか。今回はね、あの黒猫ジジとロシアンブルーアズの2匹が登場しまして、うちの猫ね本当にね草が好きで、猫草植えてると本当むしゃむしゃ食べてるんですけれど、それが物足りない時はその家の前のね、あの生えている雑草を私取ってきて、家に入った瞬間にもうジジがニヤーってついて、足元まとわりついて、それ食べさせてっていう感じで来てきまして、で新聞紙広げてしてると本当2人でね2匹でもむしゃ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 食べて、なんか変な猫やなと思いながら見てる状態なんですけども、まあヘルシーでいいかなと思いますし、あの無農薬だからね、あの体にも大丈夫かなと思いますので、そんなにゃんこたちの日々を皆さんにご覧いただきました。また来週も楽しみなさってくださいね。さて今回はね、あの古食の美の中島さんにお話いただきまして、板締め絞りと今日実際にね染めていただいた手ぬぐいを持ってきたんですけれども、本当に糸も簡単にね、はい、なってるんですけども、ぜひねちょっと大阪の羽曳野で、はい、古市でなさってるので、皆さんぜひね釣りに行っていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは来週のワイワイテレビも皆さんに楽しんでいただきたいと思います。またお会いしましょう。お越しやすー。